発表された新作 2D マリオがガンディマリマリオとして大好評な件。なんか今までと毛色違いすぎて地味に衝撃的だった。海外がめちゃくちゃ盛り上がってるな。あれ絶対だよ、ガンディマリマリオ。ガンディマリオじゃなくて、そこはガンディマリオだろ。なぜぞ。風の時に見る夢夜回りされてて笑った。なんかわかるわ。まあ初代スーマリの時点で魔法のキノコを決めてるしな。薬マリオで行きたい。優等生ですみたいな顔してるけど任天堂基本頭おかしいよな。ちょうど昨日リメイクが決まったマリオ RPG には何考えてるのって技がありましてね。日本だとトレンド30位前後でうろうろしてるな。プチヒットぐらいか。花が売人なんだろう。はーい、吸ってく？マリカぐらいしかマリオ作品興味ないけど初めてにマリオ興味湧いたわ。あれぐらいガンギマリしてくれてると助かる。まあ確かにガンギマリオとして楽しめれば面白そう。マリオの顔見てなぜか怖いと思った。 RPG の方は普通というよりいつも通りだったのに、怪しいキノコを決めて何の影響もなかった今までがむしろおかしかったのではないか。これな、マリオの世界なんて普通に考えれば何もかもがおかしいのに本当に面白そうで困る。あのショベル花に狂気を感じた。ゾーン系の悪魔の実でも食ったんですかね。てかゾウだから完全味覚侵犯。実際おもろそう。というか 2D マリオにまだアイデア残ってたんかと感心したわ。花が喋るとか地形が歪むとか、まあ比喩してる気がしないでもない。まあ不思議の国のアリスもガンギマリで書いた説あるしな。マリオ USA ならぬマリオ LSD。 本家なのに外伝系見あるし、デイジーいるしランドやそのあたりの系譜が戻ってきた感じがするな。映画ヒットブースト来たな。ゴールが吹っ飛ばされてなくなるのショボンのアクション見ある。喋る花にいい印象ないんだよなどの作品も。ゾウマリオは今までのマリオの変身にはない不気味さを感じて怖い。今までのはコスチュームでマリオの顔はそのままだけど、ゾウは完全に顔まで変身してるからじゃない。テレサマリオがあると言っても結構珍しい形態だな。今までの変身はほぼ着ぐるみだったからな。今回のゾウは毛もどが高い。ピーチがランに変身したらどうしよう。キャラの表情がコミカルで今までの無機質な印象からはだいぶ違うね。普通に受け入れてきたけど、キノコ食べて大きくなりますの時点で大いた意味わからんので。マリオってベニテングタケ食って大きくなった幻覚見てる。やばい配管工だろ。ケロップのチョコアのゾウが消えたと思ったらこんなところに、しかも二足歩行だから違和感だらけ。マリオの服着た増怪人。ガンディマリオよりラリオの方が好き。 RPG もすげえ嬉しかったけど、こっちも今までにない感心したわ。残念なのはプレイアブルにヨッシーいないことかな。ヨッシーいるぞ。言うほど決まってるか。ちょっと怪しげな花に触れたら世界の雰囲気が変わって、いろんな超常現象に見舞われるだけじゃん。ゾウが幻覚の比喩かも。マリルイ4みたいな世界観で得点表示がペーパーとか、マリルイっぽいの気になる。アルファドリームのスタッフ吸収した。ランドのオマージュだろ。ピンクのゾウに今で言うガンディマリという意味合いがあるし、ガンディマリオとしてネットでは人気になりそう。国内じゃ不評なん？めっちゃ面白そうだと思ったけどな。不評じゃないよ。他の作品は10万回再生とかだけど、ガンディマリオは90万くらいいってる。それを上回るマリオ RPG が異常なだけ。話しゃべるのはちょっと楽しみ。何か突拍子もないこと口走りそうだし、わら。